皆さんおはようございます。花田秀太郎です。今日はねハワイに来てます。めっちゃくちゃいい景色の中泊まらせてもらってて、ちょっとね今朝の6時7時前ぐらいかななんですけど、ちょっとねこんなハワイめちゃくちゃいいなって思いますね。この景色見たら、ちょっとご覧ください。どうすかこれ、やばくない？もう朝起きてすぐこの景色なんですよ。いやーマジで良すぎる。朝起きてちょっとここでゆっくりして、でちょっと今からねワンちゃんの散歩に、エース君の散歩に行きます。はい、こら住みたくなるな、ハワイに。本当に僕のゴールはハワイに、大谷翔平みたいにねハワイに大きい家買ってゆっくり住むことです。本当に。はい、ではちょっと散歩に行ってきます。散歩に来ました。散歩にちょっと菅野くん、菅野陽介くんと来てます。エースくんです。いやーやばいっすねこれ。やば、人が全然おらんっすね。ここ人おらへんのよ。ウェディングの撮影とかする。いいっすね。やば、うわ海や。やっぱ結構いろんな海見てきたっすけど、うん、ハワイの海ちょっとレベチっすね。すごいよね。なんかブラジルの海はブラジルも行ったんか。そうす、大西洋なんですけど、めっちゃ遠浅なんですよ。そのだからもう あそこら辺までこんな これぐらいの浅瀬で、一気にガーンと落ちるんで。あ、そうなん。めっちゃ危ないんですよ普通に。波も強いし。なるほどね。あ、でもいいね。波強いんだ。波強いし、ブラジル。サンディービーチとか行ったことある？あ、いっす。どこら辺っすか？スクリーパンジーら辺の海とかも行った？あ、行ったっすね。ね。あそこなんか、あれ、カヌーみたいなんで。あ、そこね。はい。ここはだいぶ穏やかね。なんかビーチに行って、ここめっちゃ穏やかだけど。はい。サンディービーチとか行ったりしたら、うん、こんな波出てて、サーフィンのためのビーチみたいなのもあったりして。あ、そっか、キムタクサーフィン来てるって言ってますもんね、ハワイに。あ、そうなん。しょっちゅう、なんか、なんかの雑誌で読んだっすね。でも超ローカル、ローカルやから仲良くなりにくいっていうかな、なんていうんですか、キムタクが難しいらしいっすよね。今からコヘッド登ります。凌介くんと。いやーやばい、半年前には登ったんですけど。ほんまに死にますよねこれ。大体でも30分40分ぐらいですか、登るまで。登るに、そんなちょっとでかい口叩くのはやめとこう。ほんまに、ほんまに重量級なんで。確かにね、ほんまにきつい。膝大丈夫なの？膝は大丈夫っすね。はぁ、体が丈夫。いや、いいっすね。いいね、どうしたの？やっぱりいろんな年代の方でも登ってるっていうのがハワイらしくていいよね。うん。おじいちゃんとかおばあちゃんも登ってますもんね。ね。いいな。なんかね、でも、運気が上がる気がしますよね。うん、確かにね。景色めっちゃ綺麗やもんね。ちょっと、曇りや。曇りっすよ、若干。登るときには綺麗になってるよ。サンセット、まあ、夕方ぐらいなんで。うん。
ということに期待しますっていうふうに。出た、この感じ。一本道。一本道。全然ワクワクしやけんな。どうしよう。この辛さ知ってるからかな。ワクワクはしなくても登ると運気が上がるんで。そうっすね。気合入れていきましょう。お金稼ぐ俺らはスター。お金稼ぐ俺らはスター。スタースター、コード悪くんだ。スター、キラキラ、私はスター。使えなくなってますね。音聞きながら。よし、ちょっとペース上げていきます。オッケー。あ、シュン。はい。お前、えぐいな。うわ、もうやばい。どうすか、これ。スター、お金、稼ぐ、俺らはスター。いや、半分、ちょっと上ぐらいまで登ったんですけど、やばい。ほんまにきつい。景色やばすぎる。ほんまに、ここヘッド、恐るべしっすわ、ほんまに。汗だく。もうね、足パンパンになるんですけど、かなり気持ちいいっすね。この後ろ見たらこの景色やからさ、頑張れる。ここからもうちょっと登ってきます。頑張ります。着きました。ほんまにどれぐらい登ったっすか。え、言ってちゃんと目標通りじゃん。25分、20分、30分ぐらい。やば、ほんまにやばいっすね、景色。運気上がったっす。ちょっとこんな感じで地獄ですね。綺麗ですけど。うん。ハワイ来た時は一回登りに来ましょう。くぅ。はい、こんな感じです。ちょっと、乗っといて。どこに乗んの。いや、この太平洋に。オッケーオッケー。怪我しませんように。はい、帰ってから、ゆっくりいたしました。おはようございます。今日はエース君がワンちゃんの幼稚園に行く日です。エース君、緊張してますか？山の中に行くみたいです。で、これから陽介君と二人でエースを連れて行きます。エース君乗せて50分ぐらいドライブしてるんですけど、ほとんど吠えなくて超偉いです。ほんまにめちゃくちゃ賢いですよね。でもずっとあれなんですよね、訓練学校行ってたんですよね。ちっちゃい子で行ってたらしいね。幼稚園って犬の幼稚園みたいなのって。こことはまた別ですか、今から行くところは。違うと思うよ。うん、全然違うです。本来犬とかはあれっすよね、こういうとこですね、こういうとこに育つべきっすよね。家で飼うもんじゃないっすけど、ね、体験が狩猟犬って知らなかったっすね。ねえ、俺も知らんかった。ねえ、もうやばすぎるっす。すごいね、ハワイにこんなとこあるんすね。知らんかったよね。なんか観光地ばっかり行ってたんで。ねえ、エース超興奮してます。エース、エース、Is this cup in there? Yes. Any treats or anything? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Big gun, big light, Hanada. Big gun, big. Big body, big moon, Hanada. Big moon, big dream, she did a yum.